はい、皆さんこんにちは、船橋です。今回ですね、僕が4年半事業をやってきた中で失敗した事業の話をちょっと簡単にしたいと思います。僕が始めたきっかけだったりとか、あとはなぜ今思うとこううまくいかなかったかみたいな話をしたいと思います。なので、もしこれからこう独立とか起業ちょっとでもしようかなと思っている方とか、そもそものなんかこうビジネスってやっぱりこれが大事だよねみたいなところも最後まとめで話をしていきたいと思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。で、僕がどんなビジネスをやってたかっていう話をするとですね、マーチ以上かつ、体育会に所属している学生さん向けのですね、就職支援ビジネスっていうのをやってました。で、僕がこのビジネスをやろうと思った、きっかけというか理由って大きく2つあって、で、1つは僕がやっぱり大学を出て大手企業に入って、なんかやっぱり大学生の時のあの時の就活って本当にイメージでなんか就活してたし、なんかこの企業に入ったらなんかすごい楽しいんじゃないかみたいなんで、せっかくだから大手行こうみたいな、なんかやっぱり企業名がかなりこう自分の中で先行して就職活動というのはやっぱりやってしまってて、で、実際やっぱ入るとかなりギャップが大きかったんですよね。なので、なんかそれをできるだけ早いタイミングで伝える方法ないかなと思って、じゃあこれも大学生向けにこういったビジネスをやったら面白いんじゃないかと思ったのが一つ目です。で、二つ目が、僕自身がまだ27っていう、まだ年齢だったので、まだその若手に、アプローチっていうか、結構簡単にこうリーチができるんじゃないかなと。いわゆるその集客をするのに、顔がこう聞くというか、なんかこう言って、みんなに来てねって言ったら来てくれるんじゃないかなっていう感じの、二つ目は結構安易な考えなんですけど、なんかそんな理由で、始めました。で、ビジネスモデルとしてはですね、いわゆるその就職支援のビジネスなんで、日頃からこう大学生の人たちと会うんですよね。いわゆる体育会の学生さんたちと、お茶したりとか、自己分析してあげたりとか、時にES をめっちゃチェックしてあげたりとか、そういうこともやってました。で、同時に、ただそこからお金を頂戴しているビジネスモデルではなかったので、いわゆるその企業さんとのそのコラボの採用イベントみたいなのをやるんですよ。で、なんかそういった、主に、ベンチャー企業だったんですけど、そのマーチの大会の子とか、総研の大会の子ってすごい会いたいみたいな。じゃあちょっとイベントやろうよみたいな。で、そのイベント一発あたりいくらみたいな感じでやってました。だいたい相場が1社30万とか、そんぐらいですかね、1回のイベント。で、結局複数社集めた会っていうのは僕はなかったんですけど、いわゆるそういった感じで企業さんとその採用イベントとして、マッチングイベントみたいな感じでやって、そこで企業さんからお金を頂戴してたっていう、そういう感じのビジネスモデルです。で、なぜうまくいかなかったかっていう話をすると、大きく僕は理由は2つかなと思ってます。ちょっと理由をお伝えする前に、前提として僕はこのビジネスを通じてやりたかったことって、なんかその、やっぱり僕自身がさっき冒頭でも申し上げましたけど、なんかイメージでソニー入っちゃってとか、社名とか給料とかそういうところでやっぱり惹かれて入ってっちゃって、で、なんか、なんかこれはこれでね、仲間にも恵まれたけど、でもなんか働くのになんか全然情熱持てないなと思って、結果的に僕は辞めてるタイプだったんで、なんかこれを防げないかなと思ったんですよね。やっぱり大学生の時から本当に自分は何をやりたいかとか、なんかそういうのを考えた上で、もちろんそういった大手の企業に行くのはいいと思うんですけど、なんかやっぱりイメージだけでやっぱり行っちゃう人ってめちゃくちゃ多いなと思っていて、なんかそれをなんとかして変えられないかなと。なので、そのイメージ、そのイベントとかやっても、なんかその必ずしも大手さんばっかりじゃなくて、すごくいい会社だけど、マーチ以上の学生たちはあんまり受けないみたいな、そういう会社と人のマッチングがしたいなと思ったんですよね、っていうのが前提としてあります。で、なぜうまくいかなかったかっていう、理由、大きく2つあるうちの1つ目が、やっぱりこういった、働くのに情熱が大事だみたいなことを僕がわーって喋ってもですね、やっぱり結果的に皆さんですね、でもやっぱりメガバンがいいっすみたいな、やっぱり勝者っしょみたいな、なんかやっぱりそういった、なんかどれだけ僕がこう熱量を持って喋っても、やっぱりなかなか伝わらなかったんですよね。で、今思うと、当たり前かなって思います。まだ働いたことがない人たちに対して、そんな僕が働くとは何ぞやみたいな、なんか情熱が大事だとか言われても、やっぱピンとこないですよね。なので、一つは、やっぱりどれだけ熱弁しても、やっぱ結果、その大手の人気企業に皆さんやっぱり行きたがるっていうのが、一つ目です。で、二つ目が、これもすごいリンクしてるんですけど、結局じゃあみんなが行きたいと思ってた商社とか、金融とか、例えばメーカーとかって、別にそんななんか業者にお金払わなくても全然いっぱい来るんですよ、人が。いや、なんか別に日常的に総計のなんか野球部なんか日頃からめっちゃいっぱい来ますけどみたいな。なんか別に要するに困ってないわけですよ、集客にそもそも。なんで、要するに僕が間に入る意味っていうか、介在価値なんてもう全然ないなっていうふうに思ったんですよね。なので、僕が、その1年とか1年半ぐらい撤退した理由というか、っていうのはその辺かなと思います。なので、やっぱりうまくいかなかった理由は、要するにミスマッチが起きてたっていうことですよね。なんか、行きたいって思ってるその学生さん、やっぱり商社がいいなとかって思ってる子たちと、この人たちに会いたいと思ってるその企業さんに興味がないと、彼らが。ってことはいくらなんか採用イベントとかやっても、やっぱりなかなか結びつかないんですよね、実績に。
なので、辞めましたと。そんな感じですかね。で、じゃあ逆に新卒向けはどういうふうにやったらやっぱりうまくいくかっていうのは、なんかやっぱり今見てて大きく3つかなと思います。で、1つはもう超ハイキャリアに特化して、大手とかベンチャー巻き込んで、まあそのイベントとかをやると。で、これ今もうすごい伸びてるのがやっぱワンキャリアさんですよね。もうこれあそこすごいと思いますね。もうやっぱり東大、京大からもう早慶当たり前みたいな、そういう人たちを集めて、かつ本当に大手の一流企業とかとも一緒に合同説明会をやったりもすると。なので、なんかまあ多分その、スポンサー企業となっている、いわゆるその採用企業は、多分その効率よくやっぱハイクラスの人たちとやっぱり会えるっていうので、まああえてワンキャリアさん使ったりしてるんじゃないかなと思います。で、ただ、やっぱりこういったワンキャリアさんみたいな形でやろうと思うと、もう、なんですか、僕なんかが例えば一人で動いて、まあ100人、200人レベルの、まあ、学生さんのデータベースしかないのっていうのは結構話にならなくて、まあやっぱりもう日本のそのハイキャリアの、あの人たちもほぼ網羅してますよみたいな、なんかそういった、なんですか、時間もお金も人もやっぱりこう、あり余ってるところが、まあ投資をして、そういったこうサービスを広げていくっていう感じじゃないとやっぱ難しいなと思います。で、二つ目、僕はまあ新卒やるんだったらこうかなと思うのが、就活に困ってる学生と、やっぱりこう採用に困ってるやっぱ企業さんとのマッチングだと思います。だからこれは別に人を紹介する人材紹介でもいいし、まあイベントでもどっちでもいいと思うんですけど、まあ、いわゆるどっちも困ってる人たち同士の、まあいわゆる採用マッチングイベントとか、まあその人材紹介ビジネスっていうのがまあ二つ目かなと。で、最後三つ目がですね、これ意外にこれから伸びる可能性があるかなと思ってるのは、就活塾ですね。僕の知り合いでもいるんですよ。そのいわゆるその学生さんに20万とか30万とか払ってもらって、本当に2ヶ月コミット型っていうか、本当にこう就活をめちゃくちゃ教え込むみたいな、なんか本当にその自己 PR から、仕方から、例えば ES の作り方からっていうのをめちゃめちゃこう特訓するっていう塾が今ちょいちょい出てきてます。なので、まあ、いわゆるそのお金を今までの場合だったら企業さんから取ってるパターンなんですよね。1つ目も2つ目も。でも3つ目っていうのはもう学生さんからもらうっていうパターン。で、ただこれがやっぱり難しいのは当然高額じゃないですか。これ社会人でも高い話だと思うので、じゃあ学生さんがどうやって払うんだっていうと、なんか僕の知り合いで結構賢い人がいて、なんかその、学生さんたち向けに、なんかインターンシップと称して、なんかそのアルバイトをさせるんですって、そのチームビルディングとか、なんかそういうのも、まあ、グループディスカッションとかも大事じゃないですか。そういうので、いわゆるその、どうやったらお金を生み出せるかみたいなことを教えてあげて、で、それでアルバイトをさせてあげるんですって。で、それで稼いだお金で、その20万とかっていうのをなんか賄うみたいな、なんかそういった賢いことをやってる人もいます。なので、まあ、ちょっと今話それちゃいましたけど、まあ、3つ目は、ま、就活塾とかっていうのも、まあ、これから先ちょっとずつ増えるような気はしてます。なんでまあ新卒やるとしたら、もうなんかこの3つのうちのどれかなっていうのが僕の印象です。で、最後まとめですね。まあやっぱりビジネスをやる上で何が大事かっていうと、僕はやっぱり結局三方よしかなと。まあちょっと伊藤忠商事さんとかでよく使われる言葉かもしれないですけど、まあやっぱり三方よし。要するに、売り手よし、買い手よし、世間よし。まあよく言うウィンウィンウィンみたいな話ですかね。じゃないと、やっぱりうまくいかないなっていうのはその時めちゃくちゃ強く感じました。やっぱり僕はどっちかっていうとやってたのって、ウィンウィンルーズだと思うんですよ。要するに僕はまあお金を頂戴できるんで、まあ、ウィンだったとして、でそういった学生さんに出会える企業さんからしてみても、まあ、ありがとうございますと、でウィンですと。でただやっぱり肝心な学生さんたちが、いやなんか別に僕たちはここに興味ないんだけどみたいな感じにやっぱなっちゃうと、彼らからしてみたらまあ時間の損失じゃないですか。で要するに彼らにとってはまあルーズになっちゃってたんですよね。ね、もしかしたら得てるくれてるものもね、ちょっとあったらよかったなって今では思ってるんですけど、まあ、ただやっぱりなんか僕がやってたものって、やっぱなんかウィンウィンで一人がルーズしちゃってるなと、やっぱりこれだとですね、やっぱビジネスってうまくいかないと思うんですよね。だから僕はそれ以降、やっぱりこうやるんだったら、やっぱりこう三方よし、まあ、ちょっと綺麗事に聞こえるかもしれないですけど、でもやっぱりこう、ちゃんと儲かり続けるためには、これも絶対的に必要な法則というか、まあ、ルールかなと思ってます。なので、まあこれから先もですね、まあちょっと今年の10月、11月ぐらいから新しい、またちょっと採用系のサービスをちょっと僕立ち上げるんですけど、まあそれも完全にウィンウィンウィンになりそうだなと思ったんで、ちょっと時間もお金も突っ込んで、今やろうと思ってます。はい、今回ですね、ちょっといつもと毛色の違う話でしたけれども、何かこう、これから先なんか独立しようかなとか、なんかこう、自分でビジネスやろうかなって思ってる人向けに何かこう、お伝えできればと思って、今回動画を撮らせていただきました。はい、それではまた次回お会いしましょう。